まず一番最初に設定しておきたいものがあります。それはショートカットです。ライノではショートカットをエイリアスと呼んでいて、プロパティのここにあります。たくさんのコマンドのショートカットをここで設定します。左がショートカット、右がコマンドの正式名称です。が、まず皆さんにしてほしいのは、僕があらかじめ作ったショートカット一覧表を読み込むことです。ショートカットは、それぞれのユーザーが自分で決めた、自分が使いやすいショートカットを保存していくのがいいのですけど、初心者はどうやって設定したらいいかわかりにくいです。なので、僕の使っているショートカット一覧をここからダウンロードして使ってください。ショートカットがダウンロードできたら同じファイルをインポートして読み込みます。これだけで僕が長年かけて修正し続けて見出した一番効率よく作業できるショートカットを使えるようになりました。